とうとうパソコンが立ち上がらなくなりました。ちょっとね、電源変えてみたいと思います。はい、こんにちは。今回は電源と交換してみることにしました。どんな症状かというと、突然ですね、電源が落ちちゃうんですよね。そしてどんな時に起きるかというと、こういったアクションカメラを画像を取り込んだり動画を取り込むときに、こう USB の、ハブにですね、こう挿すと数秒でやっぱり落ちちゃうんですよね。なので、原因としては、こちら挿したときに、余計な電源がかかってるのか、もしくはね、このバッテリーというか電源の容量不足なのかちょっとわかんないので、今回500ワットがついてたんですけれども、750ワットの方に変更をしてみました。ということで、まず電源を交換してどれくらいの電力が流れてるのかというものをちょっと動画でまとめてみましたので、よろしくお願いします。ということでね、ちょっと電源変える前にどんな電源が刺さってるのかをちょっと見ておきたいと思います。よいしょ。こんな感じで。ちょっとね、わかんなくなんないように写真撮っときます。カシャ。カシャ。とりあえず今電源が刺さってるのが、ここの太いやつが1個ですね。これは外せないから、あとここかな。ここに刺さっていますね。ここと、あとここかな。そして、ここも刺さってますね、これね。ちょっと見づらいけどかもしれないけど、とりあえず分かんなくならないといけないように写真を撮っておきましょう。カシャ。3つ目がこれ。ちょっとね、取り外すところごとに写真を撮っておきましょう。ちょっとね、このマザーボードのやつが、よいしょ、撮れた。ということで、ここからはですね、ブツブツ言いながらですね、ケーブルを取り外していきます。結構ね、ぎっしりまとまっていたので、一つ一つ写真を撮りながら外していきます。またですね、関係ないところを外してもしょうがないので、ちょっとね、注意しながらやってみました。果たしてね、こんなにケーブルがあって元通りにできるんだろうかとちょっと不安ですけれども、一つ一つですね、確認しながら取り外しをしていきました。まずは電源のケースからつながってるケーブルを外していくということに注意をしてやってみました。とりあえずこれで1回電源が全部取れましたので、このこれを取り外してみたいと思います。一応これが標準でついてたんですけど、500メガワットぐらいなんですね。ということで、熱意外しましたので、これを外したいと思うけど、これ外に出せないの。ちょっとね、これで抜けるかな。ああ、抜けた。すごい一苦労。ということで、とりあえずこちらが抜けました。じゃあここから元に戻していけます。戻せるかな。そして今回購入したのがこちらですね。とりあえず、じゃ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 ーんということで、750ワットのやつを買いましたので、こちらをちょっと開封していきたいと思います。
はい、ということで今回購入した電源がこちらです。サーマルテルクの電源ユニットで 750W というやつですね。一応詳しい人に聞きましたら、私のパソコン PC ケースに入るのはこちらだということでございました。ちょっとね、私も詳しくないんで、詳しい方いたら後でコメントいただきたいと思います。一応定格の出力が 750W、 最大で 900W っていうやつですね。はい、そして 80+ プラスっていうのが、まあ、省電力の規格ですがね、こちらがプレミアムという形でございます。価格が1万6000円ぐらいで、楽天のポイントが貯まってたのでこちらを購入してみました。じゃじゃん、わお、意外とコンパクトですね。なるほど、バラバラになってんですね。まあなるほどなるほど。はい、じゃあこれで、あとはなんか立派な袋に入ってますね。こんな感じです。はい、とりあえずこれをまずここにつけちゃうしかないかな。なんかもうすでに分かんなくなってますけど、はーい、はい、それではね、ここから取り付けてみたいと思います。先に電源を PC ケースにつけてしまったので、ケーブルがね入れられないんですよね。これちょっと失敗しましたね。ということでもう一度取り外しています。実はこの作業を 2,3 回行ったんですね。電源も向きが上と下などもありまして、ネジがはまんなかったりしてました。まあ一応ね、初めてだったので非常に苦労をしました。これだけでですね、だいたい2時間ぐらいやってましたね。あとケーブルもですね、まあどれがどれだかよくわからなくてですね、まあとりあえず一個一個、入れてみては外し、あれこれは違ったなと言っては取り外し、まあ、そんなことを永遠にやってましたね。あとは外さなくてもいいケーブルを外してしまったりしてました。はい、まあ一番最初だったのでね、非常に大変でございました。まあケーブルもね、挿す位置がよく分かんないかったですね。まあピンの数が違うので、あまり間違うってことはないんですけれども、一部ピンが同じ数のものがあって差し違ってですね、起動しなかったりしました。まあこんなことをですね、2時間ぐらい永遠と外してはつけ外してはつけをやってたので非常に疲れてしまいました。とりあえず入れ込んでみました。これでちょっと固定してみたいと思います。はい、これでつくかどうかやってみます。スイッチオン。さあこれで画面がつくか。あー、やっぱ画面つかないです。なんでだ。さて2回目です。つきますか。音はしてるけどなんかつかなっぽい。そう、バイオスが立ち上がらないもんね、画面に。はい、それでは3回目、もう一回外してきちんとやってみました。スイッチオン、ついてくれ。お、ついた。お、バイオスついた。やったー。さあこれで Windows まで立ち上がるか。立ち上がってくれ。お、バイオスが立ち上がった。
バイオツ、お、行った、ありがとうございます。ちょっとね、今回はね、どれくらいワット数使っているのか、こちらの機械でですね、ワット数も測ってみたいと思います。ちゃんと測れるのかな？こんなメーカーですね。はい。今ね、ちょっと電源を入れた状態だと、消費電力 0W ですね。はい。まだパソコン立ち上げてませんので、これでパソコン立ち上げてみたいと思います。はい、それでは電源オンです。はい、立ち上がり 49W、61。はい、そして Windows が、BIOS が立ち上がったところですね。こんな感じで。はい、70W、80W、100W、はい、130、150、160。やっぱ結構使ってますね。はい。今パスワードを入れて、はい、これで Windows が起動しました。はい、今回はリーブル、ハードウェアモニターっていうのを使ってですね、一応電源がどれくらい使われているかっていうのもモニターしました。こちらのソフトですね、各種ハードウェアの温度とか、あとは消費電力、まあそういったものもモニターできるようですね。あとこちらにちょっと出てますけれども、こういった形でウェジットとしても表示してくれるので、非常に便利なソフトになってます。はい、ではね、ビデオのエクスポートをするときに非常に電源が落ちやすかったので、まあこの時どれくらいのワット数を使ってるのか調べてみました。まあまあ大体100ワットちょっとぐらいですね。そして次がパワーディレクター、動画の編集ソフトですね。こちらの時も、まあ、非常に落ちやすかったので、どれくらいか、測ってみました。まあ、だいたい立ち上がりで 160W いくぐらいかですかね。あとは編集中などもね、150はいか160ぐらいですかね。はい、そんな形でございました。それではまとめてみます。症状としては電源がいきなり落ちる。まあ USB を挿した時とか、特定のアプリを立ち上げる時でした。そして 500W から 750W に交換をしました。結局は消費電力のオーバーではなくて、まあ不安定になってたと思います。交換の注意は、外す前に、まあとにかく写真を撮っておくこと。そしてとにかく地道に焦らずにやっていくということですね。そして、消費電力につきましては、節電のエコチェッカー ET300 を使ったり、あとリーブルハードウェアモニターというソフトを使って、調べてみました。コメント、いいねボタン、チャンネル登録の方もどうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。